和歌山県の取り組みをお伝えする紀の国21、テレビ和歌山アナウンサーの佐藤瑞穂です。それでは早速今週の特集をご紹介しましょう。前半は大地震から命を守るための住宅耐震化率向上に向けた取り組みを紹介、後半は患者・家族の思いをつなぐ意思決定支援事業県民啓発イベントの模様を紹介します。紀の国21、前半は住宅の耐震改修を進める取り組みを紹介します。こちらをご覧ください。今年の1月、地震調査研究推進本部が南海トラフを震源とするマグニチュード8から9クラスの地震が今後30年以内に 70% から 80% の確率で発生すると発表しました。この南海トラフ地震により和歌山県では最大で震度7の極めて強い揺れが発生すると予想されます。こちらは平成28年4月に発生し2度の震度7を記録した熊本地震の被害の様子です。この写真では2階建ての住宅の1階部分が崩れてしまっています。またこちらの写真では右の住宅は倒壊していますが左の住宅は大きな被害を受けていません。住宅の耐震性を確保することで被害を抑えられていることがわかります。またこちらの写真のように住宅が倒壊すればその下敷きとなるだけでなく倒壊した住宅が道路を塞ぎ津波からの避難や救助の妨げともなります。耐震性に注意が必要となるのはどのような住宅なのでしょうか。建物の耐震基準は昭和56年6月に大きく強化されています。ですのでこれ以前の昭和56年5月までに建てられた建物は現在の基準を下回るいわゆる旧耐震基準で建てられており大地震により大きな被害を受けることが想定されます。また木造住宅は平成12年6月にも耐震基準が改正されていますのでそれ以前に着工されたものについて耐震性に注意が必要です。ではこれらの条件に該当する住宅の場合どうすればいいのでしょうか。県ではこれらの住宅の耐震化を促進するため耐震診断から補強設計、改修工事までを支援しています。まずは地震が来た時にご自宅が大丈夫なのかどうか知るために耐震診断を行う必要がありますが木造住宅については無料で受けられるようになっています。鉄骨造や鉄筋コンクリート造の非木造住宅を耐震診断する場合には費用の3分の2、最大8万9000円の補助が受けられます。診断した後の補強設計、改修工事については今年度から補強設計と改修工事をセットで行う方を対象に新しい補助制度を追加しています。定額で66万6000円の補助に加え50万円を上限に工事の 40%、合計で最大116万6000円の補助を受けることができます。この新しい制度を活用すると設計費、工事費を定額に抑えることで自己負担をゼロにすることも可能です。これらの補助の内容は市町村により異なる部分がありますので詳細と合わせてお住まいの市町村までお問い合わせください。また耐震診断をして耐震補強が必要となったとき耐震マネージャーを無料で派遣しいろいろな相談や補強プランの提案、概算工事費の見積もりも行っています。他にも住宅全体の改修は今すぐには難しいけれど命だけは守りたいという方に耐震ベッドや耐震シェルターの設置にも補助を設けています。耐震ベッドや耐震シェルターというのは住宅が倒壊した時でも寝ている場所や生活の中心となる部屋において安全な空間を確保することを目的として作られたもので住宅内に設置する費用の3分の2、最大26万6千円の補助が受けられます。ご好意により取材に協力いただけるということで実際の耐震改修現場に伺いました。工事内容について補強設計をされた株式会社ジェミニ設計の西根さんに解説していただきます。こちらのお宅ではどのような工事を行っているのでしょうか。こちらの住宅ではですね、耐震診断をまあやった結果、地震によって倒壊したり崩壊するかもしれないということが分かりました。まあ、1階ではこの東西方向と2階では南北方向で弱いことが分かりましたので、まあ、それを補うために、地震に強い壁を新しく設置してその壁を支える鉄筋コンクリートの基礎などで、補強を行っております。ここではどのような工事を行っているのでしょうか。
ここはですね、洗面所のリフォームを耐震改修と同時に行っているところです。ここに洗面台ができるんですけども、洗面台の後ろにこのような耐震壁という、地震に強い壁を新しく設けることで、耐震性を高めています。こちらはもともとここが土間の通路だったので、それをリフォームで間取りを変えることに合わせて耐震壁を設けて、耐震性を高めています。このようにリフォームと耐震改修を同時に行うことで、住みやすさと耐震性を同時に向上できるように設計しております。同じようにリフォームに合わせて耐震補強を行っているところはありますか？ここもトイレのリフォームなんですけども、リフォームと耐震改修を同時に行っているところです。後にですね、このトイレの上上部なんですけども、この梁を合板でつないで補強することも考えています。耐震で大事なことは上部の地震の力をいかにこう地面まで伝えてやるかということで、いろいろと考えております。この場所はですね、後にお風呂になる場所です。でお風呂のリフォームとまたこう耐震改修を同時に行っているところなんですけども、ここ の今現在は開口部なんですけども、この開口部を取ってしまって、後に耐震壁ができるという形になります。でリフォームと耐震改修を同時にすることでコスト削減になりますので、私の方からはリフォームするときはぜひ耐震改修をお勧めします。ここではどのような工事を行っているのでしょうか？こちらはですね、基礎の補強を行っているところです。後に床下で見えなくなるところなんですけども、地震の力をやはりこう地面に伝える重要な部分です。今回の工事では外からは見えないんですけども、鉄筋が入っており、鉄筋コンクリートの基礎になっております。その他に耐震補強で大切なこととは何でしょうか？こちらの住宅はですね、伝統工法といって昔ながらの工法で建てられていますので、先ほどから地震に強い壁と話しているんですけども、それだけではなく、この建物にあった特製の材料を使っております。今回使用しているのは、これは荒壁パネルというものです。こういうふうに見えますけども、土で固めたパネルとなっております。もともとはこういうふうに土壁を使っているものですから、同じような材質の土で、それで伝統工法に馴染むようなパネルを採用しております。もともとある土壁なども調査をして設計に反映させるのでしょうか？耐震壁になっているかどうかというのは、設計に入る前に徹底的に調査するんですけども、例えば壁の上下が梁や土台まで達していなかったり、あとは何か壁に大きな破損が見つかったり、それから壁を支える柱や梁がシロアリの被害に受けていたりと、いろいろなケースが考えられます。それからこういうふうに建具の上部なんですけども、こういう小壁も土壁でできていますので、こういうところも全て調査いたします。調査が終わった後の流れを教えてください。もともとは図面も何もないものですから、まず現況の復元図を作成して、今の耐震性を計算します。それが今の現況の耐震診断になります。それから今回は、どういうふうにリフォームするか、お施主様と何回も話しました。それに合わせて耐震壁をどことどこに設置すればよいか考えました。今後耐震補強を考えている方への助言をお願いします。今回のようなこういう伝統工法や、現在は在来軸組工法といって、壁や金物でがっちり固められた建物があるんですけども、それぞれにあった特性がありますので、そういう補強方法を選択することが大切だと思います。
住宅だけではなく、今年6月に発生した大阪府北部を震源とする地震では、ブロック塀の倒壊により尊い命が奪われました。ブロック塀の倒壊は人的被害はもとより、津波などからの避難路や緊急車両の通路を塞いでしまう場合があります。現在和歌山県では通学路や避難路沿いなどのブロック塀の調査を県内各地で行っています。最後に県建築住宅課山崎さんに県民の皆さんにメッセージを聞きました。地震はいつ起こるか分かりません。なのでいざという時に命や生活を守るためには、しっかりと事前の備えをしておくことが大切です。県では住宅の耐震化のためにいろいろな補助制度を用意しています。耐震改修というとたくさんの費用がかかると思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、最近では費用を抑えるための設計や工事の方法もいろいろと普及してきていますので、補助金と合わせて自己負担がいらない場合もあります。ですのでまずは耐震診断をしてご自宅が大丈夫かどうか確かめてください。また過去の地震では住宅の倒壊だけでなく、コンクリートブロックの塀などが倒れて人的被害が出ています。住宅の耐震性だけでなく、ご自宅周りの塀などが地震時に倒れたりすることがないか合わせて確認していただけたらと思います。住宅耐震化とブロック塀についてのお問い合わせ先をお知らせします。住宅耐震化については県庁建築住宅課、またはお住まいの市町村耐震相談窓口にお問い合わせください。県庁建築住宅課は電話 073-441-3214 番、また県ホームページの耐震相談窓口を検索いただけば、市町村の相談窓口、県の相談窓口、指定設計事務所の相談窓口をご覧いただけます。ブロック塀の建築基準に関するお問い合わせは和歌山県建築住宅課まで、ブロック塀の撤去や改修に関するご相談については和歌山県建築住宅課のホームページにて相談員名簿を公開しておりますのでご活用ください。紀の国21、後半は人生の最後を自分らしく迎えるためにどうすればいいかを一人一人に考えてもらおうという県の取り組みについてお伝えします。9月2日、和歌山市の県民文化会館で最後まで自分らしくと題した催しが開かれました。県民の皆さんに人生の最終段階でどのような医療や介護を受けるか考えてもらおうという啓発イベントです。県福祉保健部の野尻隆子議官にイベントの開催目的などを聞きました。和歌山県はすでに高齢化が進んでございますけれども、今後ますます75歳以上の高齢者も増えていくというふうに言われてございます。その中でやはり亡くなる方も増えていくということで、人生の最終段階の医療の在り方というのは避けては通れない課題となってございます。昨年和歌山県では第7次の保健医療計画を策定をいたしましたが、その時初めて県民の意識調査というのを行わさせていただきました。この意識調査の中で受けたい医療とか受けたくない医療を日頃から話し合ってますかという問いに対しまして、詳しく話し合ったことがある方は 6% で、話し合ったことがあるは 37%、話し合ったことがないという回答は 54% でございました。やはりこの死という問題は切り出しにくい問題であるので、この避けて通れない課題について我々県として積極的に県民の方に啓発をしていこうよということで、今回のイベントに至ったものでございます。この日の催しでは県職員や医師、看護師らによる演劇が上演されました。タイトルは最後まで自分らしく。主人公は県の副知事を退任した男性。体調に不安を覚えて病院を受診したところから物語が始まります。
演じるのは現職の副知事下博さんです。県病院協会の上野雄二会長演じる医師から今のところ治療は必要ないものの万が一の時に備えてどのような治療を受けたいかどこで過ごしたいかを考えておくようにとアドバイスされました。その際に看護師から渡されたのがこちらの冊子、県医務課が今年2月に発行しました。がんになった女性が夫や医師らと話し合い住み慣れた自宅で最後を迎えたいという希望を叶えるストーリーで、多くの人に手に取ってもらいやすいように漫画になっています。演劇に戻りましょう。病院から自宅に帰った主人公の男性は県福祉保健部の野尻孝子議官演じる娘に最後は自宅で過ごしたいという希望を伝えます。しばらくして男性は自宅で体調を崩し病院に搬送されます。病院の待合室で救急隊員と話をする娘の孝子さん。その会話から在宅医療と救急医療の課題が見えてきます。先日父とは最後は畳の上でなんてそんな話もしていたのですが、急にこんなことになって、でも私としては病院の方が安心ですけどね。そうだったんですね。最近高齢者の救急搬送が増加しています。救急搬送後に最後は自宅で過ごしたいと傷病者本人からお話を聞くことがあります。ただその話を聞くと我々救急隊員は切ない気持ちになることがあります。救急隊は命を守ることが最優先であり、傷病者を観察し病態に応じて必要な処置を行いながらその方に適した医療機関に搬送することが我々の使命なんです。それだと自宅で最後を迎えたくても無理ということですか？いえ、最近このことが救急現場でも問題になっています。もし本当に最後を自宅で過ごしたいと本人が考えているのであれば、もしもの時に救急車ではなくかかりつけ医に連絡する方法をあらかじめ関係者の皆さんで共有していただくことがご希望に沿うのではないでしょうか。父の希望を叶えるため、孝子さんは病院の中にある地域連携室の相談員や地元の開業医、訪問看護ステーションの看護師、薬剤師、介護支援専門員を交えて話し合います。こちらの下さんと娘の孝子さんの希望としては、できる限り痛みがなく苦しまないような治療、そして最後は自宅で療養したいとお伺いしています。本日は下さんと孝子さんが今後どう過ごしていきたいか、その希望を叶えるためにはどのような支援ができるのかということを皆さんとお話ができればと思います。本当に自宅で最後まで過ごすことっていうのは可能なんでしょうか？私たちは定期的に患者さんのご自宅を訪問させていただいて健康状態の確認や必要な看護をさせていただきます。私も定期的に訪問して診察させていただきますので。薬剤師も今は必要に応じてお薬をご自宅に届けたり、お薬が正しく服用できるようにサポートしています。お薬の副作用などご心配なことがありましたらご連絡いただきましたらいつでも相談に乗りますよ。介護保険の制度で住み慣れた自宅で療養してはいかがでしょうか。お手伝いさせていただきます。入院治療が必要となればですね、いつでも病院におっしゃっていただければそれなりの処置を取らせていただきます。ですから安心して自宅で療養なさってくださいね。お父ちゃん、これだけ皆さんが支えてくれるのであれば安心して自宅で過ごせそうね。そうですね、皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。
自宅に戻った主人公はしばらく療養した後、家族や地元の開業医に看取られて最後を迎えます。お父さん、よく頑張りましたね。残念ですが、ご臨終です。お父ちゃん、どうして？覚悟はしてたけど。兄貴、お疲れさんやったな。高子も大変やったろ。ほんま、ご苦労さん。これでよかったんよ。え？なあ、母ちゃん、おじいちゃんの顔見たってよ。プレッシャーな顔してるやんか。これでよかったんやて。お父ちゃん、ありがとう。会場を訪れた人たちは、県職員や医師、看護師らの熱演に大きな拍手を送っていました。演劇に続いて、人生の最終段階の医療の在り方をテーマにシンポジウムが行われました。まず、コーディネーターを務めた野尻技官が、県内の高齢化の現状や、県が平成29年に実施した保健医療に関する県民意識調査の結果などを説明しました。また、自分がどのような医療や介護を望んでいるかについて、自分自身で考えたり、信頼する人たちと話し合っておくこと、アドバンスケアプランニング、ACP について紹介しました。この後、4人のパネリストがアドバンスケアプランニングの必要性や実施するタイミング、課題などについて意見を交わしました。私も、病気になって胃がんの手術をしましたけども、やっぱり そういう病気するといろんな考え方が変わってきて、やっぱりこれ最後は何らかの形で意思表示をして、で子どもたちにも、その意思をきちっと伝えておく必要があるなというふうには、思いました。やっぱりある年齢とか、あるいは病気を契機にしたときに、その家族に自分の意思をちゃんと伝えておくということが一番大事なので、もちろん時間が経てばその考え方も変わる場合もありますから、その変わったたびにやっぱりその自分の意思というものをはっきり伝えておくのが一番いいのかなというふうに私は個人的には思います。がんなんかの場合はですね、ある程度進行もしますし、ある程度余命というものもある程度は読める。今のも医療の進歩でがんが治る人もたくさんいらっしゃいますけれども、ある程度進行してしまうとですね、ある程度どこかでやはり、いつかは終末期を迎えるということは分かりますので、そういう時間的な経過というものもある。種類によってですね、病気の種類によって違うと思うんですけれども、それと急激に発症するかどうかによって、発症してどうなるかということもあると思うんですけれども、そのタイミングはですね、年齢あるいは今の自分の置かれている健康の状態、あるいは基礎に何か、病気を持っているか持っていないかというようなことがですね、大きくやはり意思決定に関係すると思うんですよね。もし認知症になったとき、急に意識障害で意識がなくなってしまうような重い病気になったときに、残された家族がお父ちゃんどうしたかったんやろうっていうことが全くわからないと、どうしても仕方なく胃ろうを作らないといけなくなったり、人工呼吸器をつけないといけなくなったり、本人の意思が分かるものが何もないということは、家族さんは自分が決めてええんやろかってすごく迷うんです。やっぱり少しでも本人の思う通りにしてあげれて、これでよかったんやなと後で分かってもらえるご家族さんが後にすごく救われると思います。変更というのはあります。あなたもう救急車呼ばんって言うたやないのって、ダメですよ、呼んでください言うたら呼んでくださいね。変更は OK ですよ。それですから常に
そういうタイミングをつかみながら、やはり、いろんなケースをたどった後、どうなるかということをお話しさせていただいて、そして一緒に、家族も交えて、考えていきたいと、そう思っております。会場には看護や医療、消防などの関係者が多く訪れていました。感想や意見をお聞きしました。なんかやっぱりすごくイメージがしやすくて、最後の段階をどう迎えたいかっていうのをこう最初の段階からゆっくり時間をかけて話し合っていくっていうことの大切さがよく伝わってきました。あ、なるほどっていうところは聞けたので、ただやっぱりその消防としては法的なところがなかなかまだ整備できてないので、やっぱりその要請があったらやっぱり処置をせざるを得ないとっていうのが現状かなと今考えております。最後に県の取り組みと県民の皆さんへのメッセージを野尻技官に聞きました。県民啓発、それから医療従事者等の研修、それから劇の中にもありましたけれども、大宅医療と救急医療、この連携のあり方というのも今議論をしているところでございます。もしもの時に備えて、日頃からご本人の意思をご家族の方々と一緒に話し合っていただきたいですし、また医療従事者や介護の従事者の方とも話し合っていただきたいというふうに考えております。それでは今週のプレゼントです。今週はプレミア和歌山に認定されている金山寺味噌を3人の皆さんにプレゼントします。ではプレゼントクイズです。前半の特集のテーマは1番住宅耐震改修、2番住宅宿泊事業、どちらでしょうか。ご希望の方はハガキまたは紀の国21のホームページからご応募ください。ハガキの宛先は郵便番号 640-8533 テレビ和歌山紀の国21の係です。応募の際はクイズの答え、お名前、住所、電話番号、年齢など必要事項をご記入ください。締め切りは9月26日水曜日必着です。では9月16日放送分のプレゼント、キーちゃんグッズの当選者の発表です。クイズの正解は1番の空の日フェスタでした。当選されたのはご覧の方々です。おめでとうございました。紀の国21、来週は県内で新たに創業する企業などを支援する県の取り組みと、和歌山県の魅力を首都圏で PR する催し、和み和歌山の模様を紹介します。来週もぜひご覧ください。では今日はこれで失礼いたします。